終わったで、あ、フェリックス・メーチェ。メーチェとドゥドゥのいい感じのとこ見れてよかったけども、またここでフェリックス無双が始まるかな。やめてよ、全女子くどくの。うん、無本から。何もうできとる。おい、何か用でもあるのか。あるならさっさと用件を言え。メーチェから来たのか。あら、用なんてないわよ。私はただ、フェリックスとお話がしたいだけで。CB どうなんだっけ。確かにそばにいても構わんとは言った。だが、あ、なんか戦い、それは戦場での話だ。戦いを見てて、あなたの戦い方は心配だみたいな感じだったっけ。だからそうベタベタとついてくるな。ああ、こっちか。俺と弟を重ねるにしても限度がある。え、イエリッツァと？それこんなこと言ってた気もするな。別に。私はあなたと弟を重ねて一緒にいたいんじゃないわよ。うん。やっぱりあなたが嫌がることはしたくないもの。ほう。それに何よりあなたのことを知るにつれてやっぱり違う人だなって思ったの。イエリッツァと比べて。お前の考えはよくわからんが。うん。とにかくそうとわかったのならば。わざわざ俺の近くにいる必要もあるまい。だいぶ突っ跳ねとるね。全然支援ええ感ないけど。うん、今の私は、うん、エミールじゃなく、なんかもうフェリックスのそばにいたいのよ。普通に告り始めたけど。はあ。はあやで、ね。私ったら恥ずかしいわ。ねえ。なんだかちょっと、おい、告白みたいじゃない。メーチェ、ダスカ行くんでしょ？ドゥドゥと。それとも。やっぱり私が近くにいると。いや、完全に告白して、なんかでも断られるのも嫌みたいな。ああ、いや、そういうすげえあっけに取られとる。うん、そう、よかったわ。めちゃめちゃモテ出したな、フェリックス。これからも一緒にいさせてもらうわね。なんかもう整合性が取れんな。理解できない気持ちだね。辻褄が。あら？何か言ったかしら？無理やりすぎる。それより、これからお茶でもどうかしら？フェリックスに対してはこういう強引な方がいいんかな。いや、そんな、お店とかオープンしてんの？こんなご時世に。仕方ない。大戦争地も顔がくなった。付き合ってやってもいい。断る理由も見つからんからな。一気になんか持ってったな。これは納得いかんぞ。なるほどね。で、アネット・カスパル、あ、ギリベルトもう A 前半まで来たわ。うん。じゃあ行こうか。もうほぼ埋まってきたね。ディミトリぐらいになってきたね。じゃあアネット・カスパル。ねえ、カスパル。これ、ちょっと聞きたいんだけど。結構カスパルとなんか支援会話発生するね。動画のコメントでカスパルはそう、ガイデン出すのに、あの、スカウトしといた方がいいですよっていうところからスカウトしたんですけど、結構ファーガス勢と近いんやね。うん、珍しいな。なんだって答えてやるぜ。カスパルってさ、戦場で失敗しないように何か気をつけてたりするの？何もねえやろ、こいつ。もう、いつかみたいな失敗はしたくないから。何やったっけ？私もいろいろ考えてはいるんだけど。なんか、ああ、そう、指揮官やけど迷子になったんやったっけ、戦場で。で、カスパルが助けに行ったみたいな。なかなかうまくいかなくて、何か解決の手がかりが欲しいの。まだ迷子になっとるってこと？ない。なあ。失敗なんて恐れるだけだ。なかったな。え？本当にないの？それはそれでだいぶ問題な気もするけど。うん。どんなに気をつけたって、失敗するときはしちまうだろ？だからそんなもん忘れて、何でも全力でやるのが一番だぜ。それは一理あるかもな。まあ、カスパルらしいけど、それじゃあ参考にならないかも。一つも参考にならんの。そうか？そんなことねえと思うかな。アネットは勉強のアネットだからさ、何かですね。だってお前、ずっと怖がってんじゃねえか。
またドジ踏むんじゃないかってさ。まあ、自分らしく やるのもそれは正解やってことでいいんかな。だから訓練じゃやらねえようなドジを本番でやらかしちまうんだろ。考えすぎってか。だって人の命がかかってるんだもん。失敗したらみんな死んじゃうかもしれない。アネってはちょっと指揮官向きじゃないかもね。私が失敗してみんなが危険な目に遭ったらって考えたら、優しい指揮官も言ってもいいと思うけども。あ、もうアネットらしくねえぞ。そんなにうじうじして、だいたい失敗する前から失敗すること考えてどうすんだよ。まあ、それはあるね。考えすぎか。死ぬほど訓練しても失敗したんならそりゃもうしょうがねえだろ。もうなんか生徒時代にあってもいいぐらいの感じやね。二人とも高校生に見えてきたわ。要は失敗なんて恐れないで、訓練でも戦場でも全力で頑張れってことでいいんじゃない。ああ、何度も言ってんだろ。それで失敗したらその時に何とかすりゃいい。言うて自分もこの手の生き方してきたかもな。フィーリングでやって失敗したらそれ、そう、その対策を練ればいいだけやから。で、フィーリングでうまくいってることはもう、それはそれで、ね、正しいからね、自分の気も使ってないし。本当、カスパルらしい。なんだか悩んでるのがバカらしくなってきた。見えてきたみたいよ、光が。カスパルは強くてかっこいいね。そういうとこ好きだな。おっとすぐこくり出す。俺もお前のこと好きだぜ。ああありがとう。よし、私もあなたを見習わなきゃ。こいつらはこいつらでお似合いやな。こんなところでしょげてないで、全力で訓練。もうアッシュという。そうだよね、カスパル。心に決めたやつがいるんですよ。いい心がけだぜ、アネットは。ありやな、こいつらも。今から二人で特訓だ。夕日に向かって全力疾走だぜ。昭和感がある。おー、あ、いった。ありやな、かなり。で、アネット・ギリベルト、ここで行っちゃうか。もうセティスぐらいしか残ってないのかな。行くか。ギリベルトの、うん、A 前半。B でなんか、木彫りの人形ね、2体目くれたやつやったよね。さらに、溝を埋めていくのかな？父さん、いつもの場所。そうだ。私には、こうして祈ることしかできない。何を祈ってるんだろう。あの、忌まわしきダスカーの地で。あ、今更これ？多くの者が命を落とした。いやいやいや。私のせいだ。ギルベルト以外そんなポンコツやったんかね。それならこの考えでいいけどね。ザコしか周りで守ってなかったんかな。フェリックスお兄ちゃんとかも。父さんのせいって言うけどさ、私はそうじゃないと思う。そもそもなんでそう、近衛兵中の近衛兵がそんな、あの時に近くにいてなかったんやろ。殿下は父さんを恨んでない。その話出てくれんかな。ランベール様もきっとそうだと思う。夏休みやったとかってあるんかな。でも多分父さんにとってはそういう問題じゃないんだよね。あの時ギリベレとか いてたらワンチャンあったってずっと言っとるもんね。私には王族を守護する使命があった。命に代えても守らねばならなかったのだ。なんでおらんかったん。たとえ殿下が私を許しても、騎士の誓いと教示とが私を許さない。たまたま別の任務についとったってことなんかな。騎士とはそういう生き物だ。それは父さんを見てればわかるよ。母さんだってわかってたと思う。そう、だから家族は別に捨てるあれもなかったと思うけどね。だけど国を逃げ出す前に一度でいいから家族のことを思い出してほしかったな。もう勢いで行っちゃったんだね。誰が父さんを責めても私たちだけは父さんの味方でいるつもりだったのに。なんなら一緒に連れてってって言ってもいいぐらいな関係あるよね。こんだけ愛されてるんなら。すまなかったな。やっと謝れたね。いつかも言ったと思うけど。そうなんだ。別に謝ってほしいわけじゃないもの。アネット、
何？これを。お、三体目か。木彫りの人形。手紙のタグ。こんなにたくさん。出そうと思って書いたけど出せずじまいだったってことか。中を見てもらえばわかる。気に触ったなら捨ててくれればいい。どこ行った？もう父さん、また勝手な。あれ、これってまさか。そうやよね、多分今まで手紙だけは出そうかなって書いた手紙をしたためたけども、いざ出そうと思ったらって感じでしょう。やっぱり私と母さんへの手紙、こんなにたくさん、どうして？切って貼ったとこまでは、なんだろう、どこまでやってるかわからんけど、読んでみないと。え、終わり？終わった。一つぐらい紹介してよ。そっか。この読んだ結果一気に溝が埋まるという感じかな。いや、楽しみですね。ギルベルトの支援 A 後半。イングリッド・セテス。もうセテスのとこか。あ、カトリーヌとシャミアさん終わりだ。まあいいね、これも、まっすぐ行こうか。なんとなくフレンセテス最後にしようかなと思ってたんですけど、カトリーヌシャミさんが締めるんならそれはそれでいいかも。じゃあ、またお悩み相談かな、これ。イングリッド。うん。解放王ネメシスと、フォドラの実決の話は知っているね。急に昔の話。はい、もちろん。神器の力で悪を打ち、うん、大地と人々を守った英雄ですね。そういう風に捉えてんの？え、ネメシスやよね。英雄なんだ。え、だって、ね、結局は、そう、神に立てついたやつやよね、ネメシスって。そして、その英雄の力を引き継いだ証が、うん、私たちの血に宿る紋章です。結構実血と呼ばれる者たちは確かに力があった。だが敬うべき対象だろうか。英雄って読んでもいい存在か。それは実血が後に愛争い、国を巻き込んで滅ぼし合ったことをおっしゃっているのですか。そうそうだな。ネメシスと実血は当初は協力し、フォドラの大地に平和をもたらす。ここで終わっとけばよかったのにね。だがその後は野心もむき出しに相争った。しかも神器の力で弱き者を打ってな。しかもその神器ってだって、英雄の遺産やよね。え、もうマムク、え、どういう時系列なんだろう。え、もうマムク、え、レア様に立てついとる時点でもう英雄ではないよね、完全に。まあ、その相争った時に英雄の遺産を作り出しながら戦ってたってことなのかな。つまるところ、力を持つだけでは尊敬の対象にはならないのだ。うん。力を持つ者はその力をいかに使うかで評価されるべきだと私は考えている。急にイングリッド何を喋り出してんのこの人。はい、それは私も同意見です。であればだ。ああ。紋章を継いで生まれたからというだけでは。あ、これ CNC のくだりか。何も評価には値しない。ちゃんと繋がってるんだ。紋章持ちがいかに行動するかって話か。父君は、イングリッドの結婚相手に望んだ家柄や財産についても考えてみるといい。うん。家柄や財産、ですか。いや、でも一応貧乏。え？そういう話じゃなくて？あ、結婚相手に望んだってことか。はいはい。どちらも。その者当人の生き様には関係なく、他者から譲られたものだろう。そうやね。そんなものの高で一代で築いたわけじゃないよね。人の価値を論ずるなど、浅はかに過ぎるとは思わないか。紋章も同じだ。当人の意思とは無関係に、先祖から譲り受けたに過ぎないのだから。私もそう思います。紋章の有無が、人の価値を決めるなど、あってはならない。つまり？まあそうは言っても、
家の財政を仕切っていたのはガラテア博なのだろう。こいつのその経営手腕がよろしくなかったっていうのもありそうやけどどうなんかな。きっと博なりの苦悩があったのだろうし、うん、私がどうこう言うことではないがね、うん、ただ私から君にかけてやれる言葉があるとすれば、つまり君が何を重視しどう生きていくかは君次第だ、イングリッド。この言葉があって最終的なイングリッドの行動につながってたんかな。セテス殿、結構いい言葉もらったね。近頃よく考えるのです、この戦争が終わった後の未来を。まあもうちょっとではないけど、結構いいとこまで来とるからね。優勢ではあるし、今のね、進軍が。私、自分の将来について、きちんと考えてみようと思います。なんかもう他の支援会じゃもう完結するような感じするけどね。イングリッドの将来は。お見合いは断りまくっても、騎士を目指すみたいなね。よし、じゃあ、セテスフレア、一旦休憩タイムですかね。真面目なことやるかな。お兄様、なんか怒ってるぞ、もう。どうしたんだ、フレン、みたいな。また柔らかい、で、声色になるんかな。ああ、フレン。ああ、全然違う。またやったみたいやぞ。私が皆さんと仲良くする邪魔をしないでとお願いしました。また邪魔したんか。お願い？何のことやらわからぬが、お前の邪魔をするはずがなかろう。前回記憶飛ばしたからな。私のことをどのように思うか聞いて回ったそうですわね。ああ。それも全員に。アンケート調査ですか。ああ、大変だったが気にすることはない。妹のため手間を惜しまないのがこの兄だ。すがすがしい顔しとるもん。おかげでお前が仲間と良好な関係を築いていることが確認できた。安心したよ。セテスは満足かもしれんけど、フレンは嫌やね、これは確かに。私、それを知って恥ずかしくて、皆さんにもご迷惑をかけてしまいましたわ。全員ってかなりの人数おるけどな。食堂でお兄様に捕まり、命を落としかけたとおっしゃる方までいらっしゃいましたのよ。どういうこと？槍を突きつけられたんけ。食堂？ああ、彼のことか。お前を見る目が普通ではなかったのでな。ああ、そういうもん。ちょっと交換、何？好意的な感じだったのか。私は一目で、フレンに気があると察して。そうそう、気がある、そうそう、これ言いたかった。故に兄として、彼の覚悟を問うたのだ。でもそこでね、しっかり、ね、将来、何？ちゃんと、ね、弁論できればワンチャンあったんじゃないのかな。そいつはそいつでちょっとヘタレな感じがするね。我が最愛の妹フレンのために、君はその命をかけられるのかと。ここでイエスと答えられるようじゃね、なかなか務まらんね。彼はただの学友ですわ。これ以上、私のお友達に関わらないでくださる？お前に友人ができるのは喜ばしいことだが、誰を友人にするかは慎重に検討すべきだ。まあ一応親心としては正しいかもしれんけど。どなたとお友達になるかをお兄様に決められる筋合いなんてありませんわ。まあまあそう、子供は鬱陶しいわな。こんなことしてきたら。お兄様のような方をなんというかお分かりになる？過干渉、過保護ですわ。ほんとセテスの時だけめちゃめちゃ怒るな、フレン。私はもう子供ではありませんのに、なぜもっと信頼してくださらないんですの？まあ一応結構いい歳やからね。ずっと寝とったとはいえと。お前を信頼していないはずがないだろう。だが、兄として果たすべき務めが。これいつ、父っていうのかな？支援 A で切り替わるかな？兄として、ですの？それに触れてくれる？フレン？これは支援 A で変わりそうやね。何でもありません。親子の下り。私、用事を思い出したので失礼いたしますわ。兄弟として言って
てんのじゃなくて、やっぱり親子として心配してほしいって、うん？どう落としていくかな。多分そうやな、支援 A は。これは、支援 A 最後、ちょっとシリアスな感じがするね。よし、締めましょう。カトリーヌ・シャミア、A 後半。これなんかそう、この2周目やるにあたって、いろいろなんか、そう、調べてて、面白い支援だってのをこれで、その時に見て、とうとう完結しちゃいますね、カトリーヌ・シャミアさん。まあ、ずっと相棒相棒って言ってたやつ。戦争で、ね、一戦闘終えたとか。少し任務で外に出たくらいで、なんだ、カトリーヌ、調子が狂う。ほん、いつもこんなじゃないんだ。ああ、悪い。この前話したの。レアを優先、お互いの優先する人が違うよってやつやね。カトリーヌ、そう。カトリーヌはレアとシャミアがやばい時はレアさんを助けるよっていうこと言っちゃったやつやよね。私とあんたが道を違えるかもって。ああ。それ以来、少し怖くて。でも最後ら辺に言っとったか。支援、支援 A の前半のやつ。あんたが騎士団を辞めちまうんじゃないかって。怖い？怖いものなしのお前が泣く子も黙って裸で逃げ出す。裸で雷帝のカトリーヌ様が、なんだよ裸で逃げ出すってけどまあそうなんだ。まあそれだけシャミアさんを失いたくないっていうことか。あんたを失うって想像が急に現実感を帯びちまって、こうも怖いとはね。よっぽどもう、ね、それだけ、容量、なんて言ったらいいんだろう。カトリーヌにとっては、必要な人間になってたってことか。まさかレア様以外に、私がこんな感情を抱くなんてな。ね、ナンバーツーか。やれやれ。熱烈な告白だ。ね、告白やよね。そうだな。戦友はいくらでもいるが。私の相棒はあんただけだ。あんたに背中を任せているから、私は前だけ見て戦えるんだ。マジで告白やな。そうか。じゃあ私も言っておこう。ほう。私の最初の相棒は死んだ。だからお前がずっと相棒だなどとは口が裂けても言え。これちょっとうっすら匂わしといてくれてもよかったのに。また見方変わるよね。もう一回最初から見たいもん。だが、今の私にとって、お前は無二の相棒だ。もし道を違えようと、私とお前のつながりは切れない。まあ、ぶつかり合うことはないでしょ、さすがに。背中を合わせられない日が来ても、心は常に共にある。以上だ。いや、もう。両思いですね、完全に。ああ、そうだな。言われてみれば、私が最初に相棒にと望んだ相手も死んだ。クリストフのことかな。ずっと一緒にいたいと思ってたのに、道を違えちまった。ああ、これの恐怖も、このことがあるから、シャミアさんに対しそう、思ってしまったのかな。確かにこの人生、何が起こるかなんてわからない。さて、もういいだろう。潮らしいよ、ね、ここまでだ。いつもの、ね、男気のあるカトリーヌに戻れってか。ああ、心配かけたな、相棒。私としたことが迷っちまってた。気にするな。相棒の務めだ。いい関係やな、こいつら。それに、カトリーヌ。お前がどうしてもと言うなら、相棒の先を。相棒の先。一緒になるってこと？相棒の先？なんだそれ。急なユリ展開。ダグザではフォドラが普通なんだ。女同士、男同士が結ばれるのが。すげえ最先端を言っとる。
どうした？おお。顔が赤いぞ、相棒。まあ、海外じゃ結婚できる、できますもんね。男同士、女同士。うん。あんたがいきなりとんでもないこと言ったからだろ。話は終わりだ。あ、でもこんな女らしいカトリーヌ見るのもあんまりないかもね。かわいいわ。終わりましたね。あれは確実にペアエンドあるでしょ。ああ、ドゥドゥ一気に終わっちゃったし、もう、ほんとディミトリのこれ、やっつけるだけで、ほぼ支援会は終わりそうな感じするね。うん。これなかったらもう一気にメインストーリー進んでいくので、もうちょっとだ。はい。ってことで、うん。今月は、ガイデンもないので、一気に、行くことになりそうですね。呪術戦のあそこで。で、クロードはやっぱり敵になるのかな。はい。というわけで、また裏作業、頑張っていきます。